その後ジャンプしてケーキを爆発させる。HP ください。HP ください。HP の声。てんてんてるてるてんてんてるてるてる。あろ、こんにちは、ニハオ。皆様、マステクのアトギでございます。はい、マステクトッシーでーす。はい、本日もやっていきましょう。ドールズオーダーっていうか、今思ったんだけど、この動画、もし今日じゃねえや、今日はもう上げたんだ。明日上がるとしたらさ、ドールズオーダー始めたからって続けすぎじゃねああ。ずっとドールズオーダー。動画、ね。今までの動画、全部忘れて、全部ドールズオーダー撮ってるよ。はい、でどあそうドールズオーダーの動画でトッシーは初登場じゃない、生ライブ覗いて。そうだ、ね、いやガチャ動画で一回顔ガチャで最初に出てた、そうだね、はいはいはい、でガチャ動画一回は出てないですね、うんうん、で、本日実況したい内容はこちら。これなんて言うの、これ漢字なんて言うの、これ先月の花嫁、先月の花嫁ゴールズで、の、アトキが、ね、当てましたので、こちらの方の実況ちょっとしたいなと思います。ちょっとステータス画面見ていい、あのバトル前に、うん、どうぞ。でまあ、はい、ステータス何だろう、これこのゲームのステータスってどういうのを評価すればいいのかよく分かんないんで、とりあえずタイプは、青色のディフェンスタイプで、武器は槍持ちの、ちょっと攻撃速度が遅いタイプだね、一応。まあ、そうだね。槍が速い方には、うん、速い部類ではない、うん。で、コスト2500の、まあ、星5ってみんな2500だっけ？そうですね。うん、星5は全員2500。で、リーダーアビリティにムーンブライトっていう、ディフェンダーのディフェンス及び SP が 1.5% アップ。なので、僕のデッキ、今のデッキメンバーはみんな、ディフェンスタイプ、ディフェンダーです。おお、合わせてるんだ。そう。で、アクションアビリティ、まず、ブリーズトス。武器を敵に投げて 30% で10秒間。アタック 35% ダウンする花の竜巻を発生させる。あ、強い。そう。で、これ、あの、範囲攻撃だけど、これ味方に当たるよね、この範囲攻撃って。そうそうそう。範囲攻撃系はね、大体当たる。よね。間違ってないよね。赤い。うん、当たる。でも、味方が当たっても、11111とか、本当に少量だけだから、そうなんだ。うん。あの、ただ邪魔されるっていうところが嫌だ。そこが嫌だから。二つ目のスキル、ルナベール。8秒間近接攻撃 50% ダウン、減および近接ダメージ、反射効果を発生させる。反射効果ってどういうこと？カウンターみたいなもんじゃない。できてるの俺してる気しないんだけど。俺もわかんない。あと試してみるといいと思う。個人的に一番ぶっ壊れのスキル、ハニートリップ。弾を2つ射出し、ね、突進し、切り抜け攻撃を2回行い、与えたダメージの 25% 分ライフを回復。割と強い。割とってか相当強い。で、ドライブバーストを敵にケーキを振らせてスタンさせて、その後ジャンプしてケーキを爆発させる。すごいこと書いてあるんですね。ウェディングケーキを復活させるんですよ、旗嫁側の人間が。でも、はい、まずこちらの方を、まあ、性能が分かりやすいように1対1でやりましょうか、トッシー。覚えていきましょう。結局、普通のボールズは花嫁ボールズと勝てないということを思い知らせてやりますよ、トッシー君。じゃあ、PS こと、そこそ思考っていうことを教えてあげる。PS プラスアルファユニークスキル、あの、フリーズガールずるい。ネット回線ごまかしがある。あ、でも、ネット回線ごまかし。あ、エクステンドもなしにされるんだ、フラットだと。素晴らしいね。うん、1なのに俺。うん、俺で、なはずなのに、ほんまよ。さて。さあ。はい、勝負だ、トシー、かかってこいおーい、いきなり飛んできたね。はい、そして、HP いただくよ。やばい、鉄壁だ。あ、鉄壁じゃない、意外と。よし、助かる。あ、ちょっと待って、お、瞬間移動してきたね。おー、ほうほうほう。
はい、待っておかしいおかしいおかしい、すごくおかしいことになってる、すごくおかしいことになってる、すごくおかしい、とてもおかしいとてもおかしい、俺遠距離から近距離されてるからね、俺もだよ。こういうのは良くないな、ね、全然ちょっとこれボルト性能全然よくわかんないじゃん、強い、もう一応勝ててるからいいんだけどさ、あ、普通にやられた。さて、モルゴースいきますか。あった時のお気に入り。おうおう、狙われてる。え、待って、それ、射撃完全無効、それ。それ。何が？え、あなたのそのプロテクターみたいなの全然食らわないんだけど、私は感じて。あー、これですか？うん。ダメージゲ、の減少ですよ。減少だよね、よかった。はい。うん、射撃が、ね、強いよね、この間。これやってられる。これはもう、ソロでこれやられると直球しかないのかな、そうしたらありゃしないよね、これソロでやられると。うん。いいね、いいね、順調だね。おっとっとっと、まずい、まずい、まずい。ああ、なんか凍らされてる。ああ、やばい。ああ。ああ。遠距離アタック。これ。オッケー、倒した。ま、あ、いや。まずいな、コスト俺の方が低いのか、ちょっと。アイアンメイテン設置。あ、しまった。あ、あいつグネビア持ってる。しかも遠距離無効あれ。ずるい。強いよ。グネビア強いよ、グネビア無効ではないんだよね。あ、無効ではないんだ。無効ではないんだよ。別に俺の威力が低いだけか。単純に、待って、待って、あれ言ってる確率で。一方的すぎる。え、遠距離上手いですね、あなた。ほいやー、ほいやー、ほいやー、はい、あー、やばい。HP ください。HP ください、お願いします。HP ください。HP ください。スマッシュ来い。マジ。HP ください。HP ください。HP HP の残り。HP の、HP ください。レーティング経験アタック当たんないか、さすがに、この距離では。当たんねえわ、それは。それはさすがに当たんねえわ。オール撃アタック、あ、違う、あ、当たんない、あ、やべえ、当たる、よし、お、降りてきた、降りてきた、あ、ちょ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 、受けられた、 HP ください、 HP ください、お願いします。待って、どういう状況、おー、フリーズ、お、お、お、わわ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 、状況がわからないね、大丈夫、俺も分かってねえよフリーズのせいで分かってねえからなんでこうなるかな、なんでだろうね、まあ、絶対俺のネットのせいの問題なんだけどさ、でも普通にネットでやってもね、あんまり、まあ、そう感じるときと感じないときがあるんで、へえ、やっぱ違うね、ええなぁ、よし、いけたー、待ってて、嘘でしょ、 OK、この状態、よし、OK、ソロでこれは最強、でも一応食らったよ、そっち、え、食らったよ、食らったよ、食らったよ、絶対食らわないよ、いった、いったかーい、うへー検証の結果、トッシーが相手だと正直何が起きてるのかよくわかる、ボールズの性能はよくわかりませんでした性能どうこうじゃないガラハット恋愛小説に変わり、かわいいなこの絵、じゃあ次タック組んで行ってみましょうか、でもタック組んでも同じことになるっていうのきっと相手がスパーマつくんで、まあそうかもしれない、そうならないかもしれない、じゃあまあ作成しますわ、あ、そうです、これ作っちゃったもん、あー作った、じゃあそっち行く、78146 OKOK、 ちょっと待ってね、やっときね、頑張りましたよ、 E の1まで上がりました、うん、もうすぐ D だあの人はそろそろワールド行くんだろうな、いや次 S だよ、あ S なんだ、え、ワールドってあるね、うん、逆にワールドはレジェンド、あレジェンド、あ、S の上にさらにレジェンドあるんだ、
そう、エースレジェンド。なんでこんなに区分細けえのこのゲーム。わかんない。ファイトリーグですら、ブロンズとかの。さらにその上にあれだからね、9個あるからね、階級が。レジェンドの上に？いや、レジェンドじゃなくて、その、毎回毎回さ、A の中には1から9、B の中では1から9ってこう、あるね。ね。そう、階級があるからさ、負けすぎ。マジでそれ。A, B, C, D, E, G でしょ、うん、?7 個でしょ、うん。うん。うん。よし。いやー、嫌わ。ね。さあ、どうなるかなー。あ、やっぱそうなるね。まあ、でしょうね。でしょうね。出た。あ、でもこういう時やっぱモルゴー。ケイさんはなんだろう、あ、ケイとビビアン。ダブルボール。さてと。てあまり足手まといにだけはなりたくないぞ。はい、HP ください。HP ください。ありがとうございます。グループありがとうございました。あー、やばいやばい。届いた援護。死ぬ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 。HP ください。ありがとうございます。HP ください。おいおいおい。ナイス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 。まあいいよ。おお、何あれ。びっくりした。HP くん、おー死んだ。あ、死んだ。やばい、死んだ。じゃあもう一回落とす。邪魔。間違えた。ごめん、トシ頑張って。トシ頑張って、ごめん。本当にやばい。これしてると、あとカカシになっちゃうんだ。おお、めっちゃ君襲われるね、なぜか知らないけど。だってね。なんで？モルコスそんなに嫌い？そんなに嫌いなの？そんなに巨乳が嫌なの？自分より胸が大きいからって嫉妬するんじゃないわよ。喋る。そこにいるやつ嫉妬の、そこにいるやつ嫉妬の塊みたいなもんなぞ。まあそうだね。あの、このゲームのアグラバイはちょっと FGO とキャラが違いすぎてびっくりしたわ、マジで。あ、そんなところにネット仕掛ける。スパーマ使いなめんじゃねえ。スパーマ使いなめんじゃねえ。そんな使う本じゃねえけどね、あれは。そんな風に。体力少ないやつ。オッケー、ナイス。これわしのビームかな。わかんない。やっぱモルゴス強いな、やっぱ。どうでもいい。やべえな、完全にモルゴース強いだけの動画になっちゃったな。まあでも強いことなりすぎて。それはあるね、間違いない。一番最初のキャラ一番慣れるから。そう、しょうがないよね、コンタチ回りって覚えちゃうからね、頭が。そうそうそう。お、やった。でもボールズのハートがもう4だぜ、親密度。お、いいじゃね。うん、じゃあ一旦動画ここまでにするか、キリがいい。お、はい、それでは皆さん、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。マステクはこれからもドールズオーダーを応援し、そしてゲーム実況動画を続けていくことをここに誓います。おなので、皆さんも応援し続けてくれると嬉しいです。はいはい。まあ、チャンネル登録のお願いとかはこの後の動画を見てください。あれ詰まるじゃん。あれ、もう後ろに動画があるから、後ろに後ろに行ってみて。トゥントゥルルルンだね。お前今、歌詞のテンポ全然合ってなかったけどね。ん？トゥントゥントゥルトゥルトゥントゥントゥルトゥルンでしょ。え、そんなんだっけ。そんな感じでしょ。はい、答え合わせは、2分後。いや、じゃあもう5秒後。はい、それでは。やめて、絶対採用された。これ絶対採用された。はい、皆さん、今日もありがとうございます。ありがとうございます。今日も素敵な動画楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
った。